原田圭一日清日露戦争第3章日清戦争1協調からの離脱主権戦利益戦演説1890明治23年12月6日山形有朋首相は歴史上最初の帝国議会での施政方針演説を行った。推定15分程度の短い演説であったが、主権戦利益戦という特異な用語を用い、国境という主権線だけではなく、その主権線の暗記に密着の関係ある区域という利益線を保護しなければならず、予算に掲げたるように巨大の金額を割いて陸海軍の経費に充てるのはその趣旨からだと説いた。2つの概念は1889年6月ウィーン大学教授シュタインから教わった憲政教育、利益教育を分かりやすい言葉に置き直したものである。民党や退役将官の一部、谷立吉らにあった小規模の国土防衛軍構想を排除し、外政をも可能にする規模の軍備拡張路線を明確に打ち出したところに、山形演説の重要な意味があった。日清戦争で利益戦は北では朝鮮国、南では台湾国の対岸、福建省に伸びて、2つ持つことになった。北進論、南進論が主張される根拠となる。1895年の帝国日本は、山形の提唱する利益戦の考えを明確に採用し、植民地台湾と勢力圏朝鮮国をもって以後の50年間を軍事力の拡大と戦争で彩ることになる。転換点は日清戦争である。戦争回避の道。日清戦争まで軍事小国日本の対等アジア政策は、台湾出兵1874年のように軍事指導者による冒険主義的事件も起こしながら、全体としては協調政策だった。ただし完全な意味での協調ではなく、欧米小列強の認知できる範囲での利権獲得、当初は降下条約と軍事的威圧をてこにした朝鮮でのも進めていた。1882明治15年7月の神戸事変により日清の対立は明確になったが、その処理は日清の協調で行われ、日本は朝鮮政府との間で過大な賠償金と公使館警備のための兵員若干、花房義元公使の要求は一個大隊設置を主な内容とする蔡門法条約の締結に成功する。1884年の庚申事変の処理のために日清間で締結された天津条約、1885年4月調印の時に、特に第3巻は再派遣の可能性と条件を決めたもので、朝鮮政府の承認を得ていない不当なものだが効果は大きかった。事前の公文辞書、公文で紹介するという手続きを明文化することにより、一方の派兵は必ず他方の対抗疾病を促すところとなり、リスクを考えれば派兵への抑止効果となった。また事態収拾後の中兵の禁止は、朝鮮政府への軍事的圧力を排除する。総じて朝鮮不可避し、保全に関しては日清は了解していたのであり、この天津条約体制により1885年から10年間、朝鮮をめぐる日清間紛争は顕在化することはなかった。こうした経過からすると、日本が朝鮮への積極的進出を図らない限りは、日清開戦の可能性は低かったのである。日本平和会、1889年8月、クエーカー京都で平和協会のウィリアム・ジョーンズが来日し、日本で最初の平和と仲裁の講演会には約80名が参加した。11月には日本平和会が平和協会の支部として発足。加藤和春を発行人として、翌年3月、機関紙平和第1号が発行される。主筆となったのは木村文太郎、当国で、自由民権運動から離れ、1888年3月に受選入信した青年だった。日本平和会は1892年7月、在東京の会員30名が集まり、平和について語り合い、それを土台に日本平和大会開催を計画するが実現できなかった。翌年4月頃には水戸にも平和会が組織され、札幌でも組織化が語られたように、徐々に組織が広がった。その主張はキリスト教精神による戦争の無条件否定の思想だった。当国は欧州のみに戦争の毒気、密流にあらずして、東洋もまた相番、修羅の巷と化して、人滅するの時、なきにしもあらずと、アジアでの戦争を予感している。日清戦争が起こる2年前の論説、一種の上位思想においてであった。日清戦争が起きると日本平和会はひとたまりもなく消し飛んだ。文明への偽善として支持する会員が現れ、活動が続けられなくなったのである。2、朝鮮と日本の民衆。
東学と後進農民戦争、後後農民戦争。1880年の後進事変以後、朝鮮政府の近代化政策が進められたものの、支配層の土地所有制度の変革にまで至らないため、地方の疲弊を激化させていった。農民たちが心の支えにしたのが民衆宗教である東学だった。1860年に没落ヤンパンであるケジュウが創始したもので、儒教、仏教、民間信仰を取り入れ、人すなわち天と人を天として敬い、天人合一である人の平等性を強調し、民衆の支持を集めた。チェジュウ処刑の後、第二代教祖、チェシヒョンに受け継がれ、発展していった。1894年1月、全羅道古部で、チョボンジュンの指導のもと武装蜂起が始まる。数百の民衆が軍がを襲い、武器を入手し、乾燥の米国を分け与えたところ、たちまち1万人の蜂起軍が形成された。3月20日に保国安民をもって死生の誓いとする布告文を発し、民衆の参加を呼びかけ、八路、同心しての農民戦争の様子を見せ始めた。彼らは1、人を殺さず、物を害さず、2、忠告ともに全うし、世を救い、民を安ず。3、Y、日本軍を駆滅して、制度を調整す。4、京に入り、建基、民主政権を尽滅す。という4か条の行動考慮を決めた。東学農民軍は4月27日には、チョンジュに入城したが、政府軍の反撃による27か条の内政改革請願を国王に上願することを条件に、いわゆるチェンジュ和訳が5月8日成立した。農民軍は農繁期に備える事情があり、また新軍、日本軍の軍事介入を阻止するという目的があった。外国軍隊の出兵を洋古省当時、本家墳から聞かされた指導部がそれを憂慮したと言われる。これらの大規模な農民民衆反乱は初めての下からの変革運動であり、議長体制の改定を求めていた。伊藤内閣の派兵決定、大鳥圭介中間公使は朝鮮の政治情勢に介入する方法について協議するため、1894年に死か帰国した。27日か28日に届いた杉村深志中間代理公使の機密文書は、朝鮮政府が兵を支那に潜り鎮圧する策のようだ。万一の場合に備えて日本も出兵するか否かを決める必要があると進言した。5月31日、事態は急激に動いた。朝鮮政府は清国延兵要請を決議し、翌日、両議政の名で遠征外に延兵請求の公文を伝達しようとしたが、延着する。日本公使館の動きは一層素早かった。同日午後、杉村は、チェンジは、昨日俗軍、東学農民軍の専用に帰したり、遠征外曰く、朝鮮政府は諸国の延兵を超えたりと打点した。2日にこれを受け取って、伊藤内閣は外国への軍隊派遣というハードルを軽々と超えた。3日前に届いていた杉村電報は、全羅道の騒動は収まりつつあると述べていたのに、それとの矛盾を確認することもなく、この日閣議が招集され、衆議院の解散と朝鮮派兵を決議する。国内政治で追い詰められていた伊藤内閣は、打開策を示唆す必要に駆られていた。衆議院では第5議会の解散を非理不当とし攻撃する内閣弾劾上奏案が可決されていたのである。山形枢密院議長は、議会は毛票暴言粉塵を極め、議会と国事を暴議せんことは到底目的これなしと伊藤に書簡を送った。ここに天下人心を向かわせる国事としての朝鮮問題が現れた。陸奥外相は5月21日付、伊藤宛書簡で日本軍の単独出兵を提案した。31日、井上公使は伊藤に、出兵の際の行軍地上の方法と、出兵目的について手紙を送っている。伊藤と井上の間では、この時すでに朝鮮出兵は規定事項となっていた。6月1日の杉村電報に、多少の未確認情報が含まれていようと、その道を取る以外、伊藤内閣の考案はなかった。2日の閣議は山形の賛成をもって、参謀総長ら2人を呼び寄せての協議に入った。伊藤は直ちに参内して、朝鮮出兵議会解散を上奏し、裁可を得る。この日、明治天皇は大山巌を陸将らに、同国気流、我国民保護のため兵隊を派遣せんとするという勅語を下用した。
疾病の規模、居留民保護のためならば疾病の規模は大きくないはずである。しかし、2日の閣議は参謀総長らを含めて兵力を混成一行旅団と決定した。名目から言えば、細胞条約第5条。日本公使館は兵員若干大きい護衛することを根拠とするため、太平の派遣は戸惑われた。過去に配置されていたのは最大2個中隊、計300人である。大鳥公使は多くとも大隊以上の兵を置くことは前例に照らして不穏と述べたり、5、600人程度が本当だった。だが閣議決定の混成旅団は平時編成の歩兵2個連隊、約3000人を機関とする通常の旅団をも超えていた。戦時編成の歩兵2個連隊、計6000人に騎兵、砲兵隊1大隊、三方、工兵、主張兵隊、衛生隊、野戦病院、兵隊部を加えて8035人という大兵であり、独立して戦闘できる集団構成となっていた。6月3日、遠征外は杉村に、朝鮮政府は全州落城の後、直ちに返兵を求めてきたが、公文未着なので公文を受領次第、清国政府へ遠兵請求を打電すると親しく語った。清国は朝鮮政府の正式な要請文を受け取るまで出兵しないとの態度を貫いていた。4日、伊藤首相、大山陸将らの首脳部会議が開かれた。出兵に関する最終打ち合わせが行われ、迅速に対応するためという理由で大本営設置を決める。川上総六参謀次長は日本郵船に対し、車窓10隻の雇用契約と、古船契約と、1週間以内の要船契約と、1週間以内の広島県宇品港開港を指示した。遠兵を要請する朝鮮政府の公文は、ようやく3日の夜に遠征外に伝達され、翌日、遠から杉村に伝えられた。杉村は遠の発言から、支那兵およそ1500人の派兵と陸に伝えた。およそ1500人への対抗疾病として8000人というのは大兵だった。戦時大本営設置。5日には歴史上最小の戦時大本営、参謀本部内が設置され、参謀総長有栖川宮旅人親王を参謀部の総責任者とした。天皇が直轄する大本営の設置は戦時にしか行われないもので、この日から日本は正式に戦時体制に移った。大鳥公使と巡査21名、海軍陸戦隊400名が軍艦で横須賀を出発し、野地道寺第5師団長は第9旅団の従員招集を命じた。中国四国地方一帯が対象で、続々と下士官兵士が広島市に集まってきた。遠兵請求公文を受け取った直轄総督李鴻章は、6日の北洋陸軍の歩兵2000名、参謀8門の部隊を全市をチェンジュに近い中西道阿山に海路派兵した。25日に約500名を増援したほか、その後兵力の移動も増派も行わなかった。事態の拡大を求めず、英露両国に調停を依頼した李鴻章は、機敏な軍事的対処策が取れなくなる。6日午後、大本営は第5師団に歩兵1個大隊の先発を命じ、後兵1個小隊が付属した計1024名が無品港を出発する。後兵は架橋や道路修復など事態対応力強化を意味する。先発隊は12日午後、仁川に到着した。6日夜、大本営は混成旅団残部で10日11日出発を決定した。9隻の輸送船に分乗した残りの部隊は計画通りに仁川に向かった。交渉と情報統制、出兵についての行軍知省は両国とも7日に行った。清国政府は戦争回避のメッセージを日本に送り始める。7日、李鴻章は李よりはソウルへ出兵せざるにつき、日本兵は人生川より、先は寸べがらざることと6か条を挙げ、戦争と衝突回避へ向け伊藤首相らが努力することを荒川光次天津老司に求めた。荒川の電報の欄外中記によれば、天皇閣僚山形川上総六らに周知されている。業務知省後の日本政府の態度は李鴻章の期待に反したものだった。清国の通知にある続報を保護するの旧例という文書に対して、日本政府は未だかつて朝鮮を清国の続報と認めたることなしと抗議するよう、11日、陸奥は小室寿太郎修正臨時代理公使に電訓した。一方、日本政府からの通知では、変乱重大の事件があれて、我が国より派兵の必要これありて候を持って、帝国政府は若干の兵を派遣するつもりと、あくまで若干の兵だと称していた。中国軍では政府
伊波一党一体兵。日本政府は軍事的優位を確保するための情報統制に入っていた。10日夜、艦上、現ソウルに帰乗した、帰任した大鳥公使は、翌11日午前、京城は平穏なり、世の大隊派遣見合わせられたしと要請し、列国の疑惑を招かないように求めたが、陸奥は出発した部隊を返せないと喧伝した。4000名以上の太平を持ち込んだ日本の外交政策が問われる事態となったことは疑うべくもなかった。義勇兵運動の広がり、6月2日の閣議決定10ページ紙は取得され、東京の初新聞は発行停止となった。4日夜改定になり、翌9日の新聞各紙は一斉に朝鮮への派兵を報じた。この日から義勇兵の申請が相次ぐ。日本赤十字社の主要会員からも朝鮮に行かんと、願い出し物をすでに404名があった。政府や府県庁に義勇兵を組織し、渡韓したいという申請書が続々と集まり始めた。6月19日、広島市での申請を皮切りに、新聞は連日義勇兵組織化を報道した。8月18日までに全国で52件、北海道から長崎まで 1道3府26件という広範な地域の運動だった。旧家臣が旧藩主を担ぎ出した事例、旧仙台藩や、士族層を再結成しようとした事例、旧水戸藩、旧須坂藩、明石藩、黒羽藩、旧諸隊などに次いで、国権派強革などが申請した。こうした動きは政府の派兵決定を支持する運動ではあったが、徴兵制に基づく正規軍を混乱させる可能性があった。8月7日に義勇兵に関する詔勅が出されて、義勇団運動は姿を消した。そのエネルギーを献金運動に転換したり、軍府としての従軍志願に変更していった。軍事献金は福沢諭吉が時事新報の社説、報告会の目的を遺憾せんなどで積極的に進めていたが、その中心にはこうした過熱した集団が全国に存在し、活動していた。自由民権運動の底流にあったアジア主義が戦争契機にアジアへ直接密接に関与する大きな機会を与えることになったのが日清戦争だった。3、開戦へ。何事かなすこと。農民軍はチェンジ和訳の成立で解散したため、日本軍4000名の徴兵を続ける合理的な理由がなくなった。大鳥公使は欧米諸国公使の疑惑と圧迫の中で、清国、朝鮮国両方からの撤兵要求に迫られていた。相次ぐ大鳥公使からの派兵中止要請に対して、6月13日、陸奥外相は、もし何事もなさず、またどこへも行かずして、ついに同志よりも虚しく帰国するに至れば、甚だ不定裁になるのみならず、また政策の得たるものにあらずと、ソウルに進出した軍隊が何事かをなすことを強く求めた。内政改革の定義。6月15日、閣議は、朝鮮国変乱に対する我が態度並びに将来の行動に関する件を決定した。その内容は1、朝鮮の内政を日清共同で改良するため、両国から常設委員を出し指導する。2、清国が拒否すれば、日本単独で改革指導を行うというものであった。日本政府は公使館、居留民保護という当初の出兵目的を変更し、日清間交渉に新しい課題を持ち込む作戦に転じたのである。陸奥の提案に21日、清国政府は、1、内乱はすでに鎮定、2、内政改革は朝鮮政府が自主的に行うべきもの、3、天津条約第3巻に従い、日本は撤兵すべきと全面的拒否だった。同日、内閣と参謀総部海軍司令部の合同会議は中止していた混成旅団残部の輸送再開を決定した。翌日の午前会議は1、内政改革の協定実現まで撤兵しない。2、混乱性旅団残部の派兵を決め、清国との開戦へと歩みを大きく進めた。同時にこの日、陸奥外相は大鳥公使に人選滞留中の部隊を艦上に進出させるよう打電した。部隊は25日、艦上南方郊外の四三に陣を構える。一方、23日朝、大放送中日公使に内政改革の協定提案が送付された。第一次絶好書。6月段階で最も戦争への危機が高まった時点である。開戦近し、同日、陸奥外相は大鳥公使に3通の電報を打ち、事態への急速な対処を求めた。内政改革を日本単独で実施させるか、軍事的衝突の可能性が高まったので、急いで準備をするようにという具体的な開戦準備命令であった。大鳥は28日、朝鮮政府に清国の属国か否かを紹介し、翌29日を回答期限とした。
無回答のため30日、杉村書記官が返答再起請求したところ、朝鮮は自主国である。清軍は要請しての延兵であるから退去要求はできないと回答があった。この内容の場合、自主国に清軍が中兵し干渉するのは属国の身を上げようとするもの、実を上げようとするものであるという口実で開戦するという計画が、すでに27日、大鳥や杉村でまとまっていた。開戦はいよいよ近くなった。ところが、急転直下の開戦不可指示が大鳥公使に届いた。開戦準備を進める日本政府に強敵が現れた。欧米諸列強の介入が始まり、英国が朝鮮案を日清両国に提示した。新国政府総理衛門は、この朝鮮案を拒絶したので、再び開戦へと事態を動く。日本政府は英国の朝鮮案も新国が拒否したことを非難して、日清交渉を打ち切り、新国との関係を断つことを表明した。第二次絶交書が7月11日に閣議決定された。新国軍の増派。第二次絶交書により、開戦の可能性が近い高いことを知った李鴻章は、7月15日、阿山の楊士長軍に平城へ回路撤退を命じた。16日には平城と義州に増援軍を出し、楊士長軍も加えて追撃する。迎撃する。に、楊士長軍の阿山撤退後、北洋海軍主力が朝鮮海面に進出という第一次作戦計画を軍機所に報告した。18日、楊提督は海路が危険なため移動しない増派部隊を要求すると伝説してきたので、李鴻章は兵力2300人を阿山に急派することにしたが、輸送船が不足し、上海のジャーデン・マセソン協会から英国船3隻を備給する、要船する。最初の2隻の揚陸後、3隻目の交渉号は変異船に、砲12門を搭載して23日午後、ターク空を執行する。19日、日本政府は英国の第二次調停で示された条件の修正案の回答期限を24日とし、それまでの5日間での新国政府の増派実施は、威嚇の処置とみなすと警告した。この警告の意味は、25日に運動置き換え戦が起きた時に有効に働いた。7月23日戦争。7月20日午後、大鳥公使が大鳥義政第五混成旅団長に申し入れた提案は、戦闘による応急占領、国王の捕獲、現政府だと、デヨン軍による新政府樹立というものだ。当然戦争と見なすべきものだった。同日午後、大鳥公使は2件の紹介を朝鮮政府に行った。駐留新軍の退去要求と、朝鮮間の条約規則の廃棄要求、いずれも朝鮮政府が受け入れるとは考えておらず、新国軍との開戦理由を探すための交渉であった。最終回答時間の7月22日夜半に届けられた朝鮮政府の回答は、1、改革は自主的に実施する。2、乱は始まったので、日清両軍は撤兵という2か条だった。そこで先に挙げた事前の計画が実施に移されることになった。7月23日午前2時、環状南郊外の劉山から出発した二個大隊は、環状電信局の電線を切断し、このことを早く清国へ聞こえんことを予防し、国王の居住していた慶福機を攻撃した。開門させたのが午前5時。県福門以外や、県春門内外や、春正門付近などで銃撃戦を繰り返し、朝鮮兵77名の死傷者を出して、ようやく銃声がやんだのは午前7時半。最初の銃撃戦の午前4時20分から約3時間衝突が続き、計画の中心である国王を虜にした。艦上からの報知を受けた新聞、北陸正論は、京城の商船、国民新聞は25日の本紙で、23日の事変、日韓兵の衝突、京城小戦争などと報道した。艦上府に特派員を派遣していた九州日日新聞、7月28日は、京城の先方、23日京城発と、対する詳細な記事を掲載し、23日戦争より嫌い、早々筆を走らしてこれをしたため、綾部直熊、佐々木忠と報告するなど、新聞各紙は明らかに戦争という用語でこの事態を捉え報じた。政府の戦線消直起草は、文案が二転三転した。朝鮮が敵国として挿入される起草案もあったのは、政府も日朝の戦争と捉えていたことを示している。それが排除されたのは日本の大義名分である。朝鮮国の独立維持に反するという判断だった。阿山の戦い。国王を虜にし、ディヨン軍
ディーン君新政権樹立の意義は、アサン政兵の劇場、撃退を我に食卓せしめることであった。つまり7月23日戦争があって初めて朝鮮政府が日本に新軍の撤退援助を依頼してきたので、それに従ったという改正入は成立する。公使館書記官杉村は、公使館においては政党の大義によりて討伐を行われんことを希望し、ようやく25日午前大鳥公使は、ディーン君の前において、省外務特弁と議論を尽くし、わずかに一通の委任状態の署名を要せり、受領となった。第五厚生旅団は25日に艦上を出発し、26日の午後10時ごろ、政兵撤退以来の外務省公文書を受け取ったという大鳥公使の通知を受け、29日孫藩、30日阿三の初戦に向かう。豊島沖海戦と高陸後意見事件。一方、海軍も23日午前11時、長崎県佐世保軍港から連合艦隊が次々と出港し、朝鮮西海方面である軍山沖に向かった。25日午前、阿三揚陸のために豊島沖に現れた高陸号と巡洋艦蔡延、砲艦宗衛、砲艦光乙は連合艦隊と遭遇し、蔡延は戦場離脱、宗衛は降伏、光乙は大破拡大し自爆という海戦結果となった。国際問題となったのは巡洋艦なにわによる英国船籍高陸号の撃沈だった。28日この方に狼狽した陸奥外相は、この関係実に次第であり、陸軍増派を延期したいと伊藤首相に伝えた。8月3日、英氏タイムズは日本海軍の撃沈が国際法上合法である可能性を示唆する。国際法の権威、ウォーストロエク、ケンブリッジ大学教授の当初、高陸号の撃沈を掲載し、6日にもホルランド博士の同志氏の意見を掲載したため、一時激高していた英国世論も沈静化した。戦時における敵対的行動とみなされたために、この撃沈は、国際法上妥当となった。軍野の戦争。日清戦争は始まった。両国が宣戦布告の詔書を発表したのは同じ8月1日だった。時事新聞は7月29日付社説は、日清の戦争は軍野の戦争なりの題のもと、幾千の政兵はいずれも無垢の人民にして、これを皆殺しにすればあれむべきがごとくなれども、世界の文明進歩のためにその妨害物を排除せんとするに多少の殺風景を演ずれば、到底免れざるの勢いになれば、彼らも不幸にして秦国のごとき不愛政治服のもとに生まれたるその運命の拙なきを自ら諦めるのほかなかるべしと、やむを得ずの戦争はそうだが、文明を旗印に徹底的に戦わねばならないと強く主張した。時事新報社主の福沢諭吉も8月8日の友人への書簡で、もはや核なる上はただ進むの一方あるのみ、国民一般すべて私は忘れて国に報ずるの時と存ぜられ、人事に淡泊なる老政においてもおいても、この度は黙々に忍びず身分相応に力を尽くす覚悟にござそうろうと述べ、国民一致して政府を支持し戦争遂行に尽力すべきだとしている。福沢は三井八郎右衛門、岩崎久弥、渋沢栄一の最有力財界人、家族の東国を道止めらとの連名で、軍師挙手の手配りについての報告相談会を呼びかけ、軍資金献納を国民に訴える報告会の結成を決め、自らも1万円献納を発表した。8月中旬に軍事公債第1次3000万円、第2次5000万円の募集が開始され、それへの協力のために報告会は解散した。軍事公債は第1次7694万円、第2次9027万円の応募となり、挙国一致の雰囲気を作っていくことになった。新国の戦争指導。日清戦争の全体を通じて主戦論でほぼかぶたまり、政治と軍事の統一が取れていった日本に対し、新国は不統一のまま戦争へと入っていった。交渉艇による鎮静の下で、軍務を司る軍機所、霊神オーラと政務の中心である総理衛門、慶神オーラは分離したままであった。また北洋大臣李鴻章が北洋陸士、北洋水師を統括し、アヘイト兵器の海外発注も権限としていた。朝鮮の同盟交については、総理朝鮮交渉通商事宜を任務とする道具遠征外と動員遠征外と密接に連絡を取り、遠への外交指導も行っており、総理衛門とは対立していた。李鴻章や一部の中央官僚、清太后らは戦争回避論であり、
7月16日の軍機長、総理、衛門等の合同会議は、開戦自重論を結論とし、18日上奏された。最も戦争回避論者であった李鴻章はその上奏にも支えられ、援米兵増派を求める朝鮮派遣軍からの意見にもなかなか決断せず、ようやく19日に2300名の阿山増派を命じる。中途半端な小出し増援は戦術上不利であり、李鴻章はこの点で戦術上の失敗に陥った。日本の作戦方針。大本営が定めた作戦大方針の戦争戦略は、北海湾島で清国に戦場を求め、清国と支持を決すること。作戦は2期で、第1期は、1、第5師団を朝鮮に派遣し、清国軍と対峙。2、他の陸海軍は内地守備と出征準備。3、海軍は北洋水師の祈祷と制海権掌握。第2期は3つを想定。1、制海権掌握の場合、北海湾北岸に上陸し、に再進して、直令平野、首都の周囲で大決戦を遂行。2、海戦が互角で両者ともに制海権を掌握できない場合、陸軍を朝鮮に増派して清国軍を撃退し、朝鮮国の独立を確保する努力を続ける。3、海戦に敗北し制海権を清国が掌握した場合、朝鮮の第5師団を援助しつつ国内防衛に従事する、であった。8月5日に大本営は宮中に移され参謀総長から作戦大方針が上奏された。大本営は第2期、2の場合を想定して、朝鮮半島の軍事的確保を本年の作戦とすることを14日各師団長に訓示した。この日から本格的に構成作戦が始まった。第3師団の増派と第3、第5、6師団で第1軍を編成し、31日冬季作戦までを各師団長に指示した。大本営を広島に進出させることとなり、天皇は9月15日、広島に到着した。外交官との連絡など不自由があるが、天皇親戦の姿を明確にするための大きな演出だった。持久戦への転換。9月16日、平城が陥落した。この時点で清国軍は作戦を変えた。9月19日、皇帝への上奏文で李鴻章は率直に敗因を述べ、北洋陸士、水師のみの戦闘から、清国を挙げての戦争と位置づけ直し、持久戦に持ち込むことを提案した。持久戦により欧米諸列強の介入を持ち、そこで講和に入るという李鴻章の戦略が見え始めた。29日、共進王に外交・軍事の双方を統括する最重要の権限が付与され、11月3日、皇帝側近の王道は、李鴻章が軍機大臣に復帰し、国家を挙げて戦う体制が整えられた。12月2日には、両衛総督、劉昆一が金沙大臣となり、三階席以等の諸軍の指揮権を与えられ、清国領に進出した日本軍を、遼寧省の海賊、黄河祭などで迎え撃ち、海域、黄河祭などで迎え撃ち、激戦を続けた。遼寧省など、いわゆる東三省には、宗慶や異教、東亜に、らに率いた諸軍が待ち構えていた。持久戦になると、常備七個師団15万人体制の日本陸軍がどこまで戦えるのだろうか。日本の攻勢戦略は短期決戦で首都攻略を目指すというもので、開戦半年後の11月から12月の大本営は、持久戦を念頭に置かず、首都決戦の準備について議論を続けていた。農民軍の再起。戦争協力を拒否しようという当学の呼びかけは7月下旬には広がっていた。軍用電信を破壊し、兵隊船や兵隊部を襲う当学農民軍の討伐は、日清戦争の勝敗を握る重要な問題だった。さらに東学討伐の奇数がロシア軍介入以下に関わり、日本の勝利が危うくなる可能性があった。10月、陸奥外相は井上馨朝鮮駐在公使に打電し、東学勢力が朝鮮北部に向かわないよう厳重な注意を与えた。緑豆将軍と親しまれた前を名手とする東学主力の再度の武装蜂起はようやく10月9日であった。東学農民軍への本格的な弾圧が11月から翌95年4月初旬にかけて続けられる。弾圧部隊の主力は11月初旬に到着した神戸歩兵、独立第19連大隊など2700名の日本軍、それに2800名の朝鮮政府軍、各地の楊蛮士族や土豪などが組織する反動的な民歩軍が加わり、村の隅々まで捜索する討伐作戦を続け、最西南端のヘナム、鎮土島まで追い詰める、文字通り殲滅した。5ヶ月間の農民軍との戦闘回数は46回、
農民軍参加人員は延べ134,750人と推定されている。もう一つの日清戦争であった。4. 戦争の実相、不潔と匂い。兵士たちが上陸して感じたのはまず不潔と匂いだった。匂いが生活文化を背景にして異なったものと認識されることは時代を超えて異文化に遭遇した際の共通体験といえる。匂いや不潔という第一印象記録は、日露戦争やアジア太平洋戦争など多くの従軍日記にしばしば見られるものである。松山市駐屯の歩兵第22連隊の一士官も、8月5日朝鮮国の文山港に上陸して印象を記した。さらに驚きは、聞き死に勝る不潔である。道路は根本において覆われ、不潔の大王をもって自ら任ずるトン先生、コブを引き連れ、人間どもを横目で睨みつつ道路を横行する。周期、鼻をつき、王都を燃やすなり。と、人糞に覆われ、家畜が右往左往する町に驚いている。日清戦争の兵士は1872年の学生発布後に生まれている。彼らは学校と軍隊という2つの教育により、衛生や清潔について、念入りに叩き込まれるという経験を理念的にも、衛生的であることが近代人である。身体的にも、まず手を洗い、食事をしよう、得てきている第一世代である。兵士たちは克服すべき対象の結果に最も敏感であり、不潔と匂いの向こうに必ず遅れた文化を見据えている。平常を占領した交尾、公用歩兵連隊の軍曹は、朝鮮と申すところはご承知の通り、野蛮も華々しきところにござそうろうと、故郷の手紙の冒頭に記した。文明の犠牲なるイデオロギーはそのままでは浸透しないが、自分の生活文化と異なったものを自覚したとき、優劣を不分けし、戦闘と殺戮を正当化する意識操作を開始する。これが商業や観光のために外国に赴く人々と兵士の大きな違いである。日清戦争は異文化衝突を大量に生み出した最初の国民的大変形になった。衛生に対する完全な知識が兵士たちに装備されていたのか、といえば、不潔を第一印象とする多くの兵士にあってそうではなかった。一心日露戦争を通じて多額の多数の戦死描写が出るが、その多くは、赤痢やコレラなど消化器系の利病であった。補給の不備という条件から腐敗した食物や水を口にしていたのである。猛暑から酷暑へ、酷寒へ。もう一つの敵は夏であった。最初の混成大空級小旅団を除き、多くの部隊が疾病したのは7月から8月、動員過程でも死者が出ていた。8月4日、住人召集の命令を受けた歩兵第7艦隊は、金沢市から関越鉄道の駅である福井県有山で、160キロを 陸行ゼロとの旅団命令を受領。28日午前6時30分に金沢城を出発。9月1日、有賀に到着するまでに日射病患者1259名、死者5名、翌2日に1名という惨事となった。これに財を取って泉鏡花は予備兵という最初の本格的現代小説を同年10月の読売新聞に連載している。この年の夏は朝鮮でも暑かった。先の浜本少尉はこの不潔より一層驚いたこと。午後が未だかつて体験せざるのはその暑さである。日中華氏の125度ないし30度。軍人は遠い過去という周期の服装でこの大暑を過ごすこと、実に釜中に座し、火中を歩行すると同様であると、猛暑を記録している。華氏125度は摂氏 51.7 度。浜本少尉は別のところで華氏125度ないし30度という金君の暑中と表現している。華氏130度は摂氏 54.4 度で、体感温度としても相当な暑さである。兵士らが肩に担う背のは5貫18キロ。それに小銃や団体など相当な重さを装備して猛暑の中の行軍となった。日本の軍隊は日清戦争からアジア太平洋戦争終了まで50年間、アジアを歩き続けたと言っても過言ではない。その始まりである。アジアを歩き続けて私たちは何を見てきたのか、歴史を問う意味はここにもある。7月の初戦で、朝に進駐していた新国軍を敗走させた後は、朝鮮国北部の平城に集結している北洋陸軍の壊滅が目標となった。第1軍による平城攻略戦が終わると、次の戦略目標は首都北京を目指す直轄決戦である。10月25日、鴨緑港を溶かし、新国に入った歩兵第22連隊は、療養方面に向かって進んだ。
11月25日の総火令の戦闘最中に初雪が降り、1時間で3センチ積もった。29日の退却業では、3時間余り、石柱に両足を棒したので、急ぎ焚き火で温めたが足は膨張して歩く、赤く、これぞ最も恐るべき凍傷の発生であると、部隊で凍傷にかからぬ者は実に10人中2、3人であったという。旅順虐殺事件。1894年9月、大本営は、旅順半島攻略のため第2軍を編成、第1師団と混成第12旅団、第6師団所属で編成し、11月21日未明から旅順攻撃を始め、正午頃には周囲の砲台等を占領した。午後以降、市街と付近の掃討作戦が始まる。そこで捕虜や婦女子や老人を含む市民を虐殺する事件が起きた。25日頃まで市街の掃討が続き、同時に旅順から錦州方面に脱出しようとする敗残兵の掃討も行われた。これらを旅順虐殺事件と捉えるのは、戦闘と掃討戦の両方で捕虜を取る意思がほとんどなく、計232人のみ、軍人と民間人を無差別に殺害する例が多く、捕虜や負傷兵の殺害もあり、敗残兵捜索のための村落焼き打ちも行われるなど、容赦ない残酷な戦闘であったことが、参加した兵士や内外のジャーナリスト、感染武漢などにより明らかであることによる。11月28日の英誌、タイムズによる旅順での戦闘後、200名の中国人が日本人捕虜を扱った際の冷酷な暴行に対する報復として、虐殺されたという噂があるので確認が必要だという報道から事件は広がる。翌日にも両軍が残酷な行為を行ったという報告が確認された。多くの日本人捕虜が首を切られ、手足を切断されて発見された。それゆえに日本軍は住民を失踪した、無差別の虐殺であるという旅順に上陸した英国人将校の情報を掲載した。12月には米国の新聞ワールドに日本軍の大虐殺と題し、3日間にわたる殺人、無防備で非武装の住民や家の中で殺されたなどの記事が掲載され、欧米各地の新聞に転載された。欧米新聞の報道に接した参謀総長、織人親王は、第二軍の虐殺や略奪という風説に応えよという心証を持たせた使者を、大山第二軍司令官のもとに急いで発見した。2週間後に大山は、旅順市街の支援士、人民を混一して殺戮したるは、実に免れがたき実況と明確に認めつつ、紫外線が黄昏で行われたことなどを挙げて弁解した。事件はイギリスに続く条約改正の実現に妨げになる可能性もあった。栗野伸一郎駐米公使は国務長官から事実であれば条約改正が困難になると警告され、ムツに対処を仰いだ。ムツは栗野に、路順港の一件は風説ほどに古代ならずといえども、多少無益の殺戮ありしならんと認めた上で、戦闘の混乱の中での行き過ぎた行為という論法で突破しようとした。被殺者の多数は無垢の平民にあらずして、政兵の軍服を脱したりものなるというと、新情報を付け加え、こうして、巨多の流説を防制せざるうちに、新条約が上院を通過するよう、臨床の手段を取れと厳しく命じた。事件も曖昧のうちに終わるが、旅順には今でも旅順虐殺被害者の集団墓が100年間の修復、再建、新設を得て維持されている。兵士と軍服。参謀本部編、明治28年、27、8年日清戦士によれば、全動員兵力は24万616名で、うち17万4017名が戦場に派遣された。それ以外に日本人軍夫15万4千名が集められ、数千人の国内市役のほかは戦場に派遣された。日本人軍夫は事実上武装し、日露戦争での主張輸送の機能を果たしたのだから、合計39万5千名が日清戦争での兵力と考えるべきである。100万人を動員した日露戦争での約4割の戦争動員がすでにあった。大氷、食料、衣服など、小氷、弾薬などを実装するのは、軽重輸送の仕事だが、日清戦争では軽重輸送が十分育てられておらず、必要するだけの動員ができなかった。陸軍は各地の口入れ業者に依頼し、陳腐を大量に集めさせた。1894年12月初旬の東京では、不況に困惑した人力車夫たちが、軍夫集約に際し、我先と争うてこの募集に応じ、東京市内で軍夫になった車夫は4万人を超えたという。人夫1人1日40銭、20人帳50銭、100人帳70銭、
千人町1円50銭の日当で、出生中は10銭増しというもので貯金できた。軍府の送金実態から試算すると、1年間で50円から140円を故郷に送金したり貯金していると思われる。軍府の比重は高かった。野戦師団2万人に対して軍部は 2から4000人を伴っており、全体の10から20% を占める。兵隊部ではその比率が圧倒的になり、軍人800人ほどに軍部が3、4000人となり、彼らがいなければ動かない構造となっていた。軍部は傘をかぶり、浅木木綿の筒袖の上に丸々組と染められた八匹と桃を引き置き、わらじ履きという衣装で陣地を往来している。彼らは物資を自らの型で運ぶか、しょいこ、徒歩車両と呼ばれる一輪車、猫車か、大八車で運ぶか、いずれかだった。兵士と異なり、防寒具は自己調達とされたから、病気治療も含め困難な事態に追い込まれたチャフも多かった、軍部も多かった。軍部たちは歴史にほとんど記録されなかった。戦備用紙した軍部たちも政府の官報には掲載されることはなかった。また参謀本部が戦死を編纂する際に、軍部の調査をした形跡はあるが、戦病死の数は不明となった。軍部丸木力蔵の明治27、8年戦没日誌は、官報掲載の日本軍死亡者数に、もしこれに軍部を加えれば、その数、また数千人増さんと述べている。物資輸送の根幹を担った軍部が、戦後忘れられた状況への異議申し立てであろう。おそらく7000人以上の軍部が戦死、戦病死したと推定される。大海海戦の干渉。平城陥落の翌17日、朝鮮半島の西、大海では日清の艦隊による大海海戦が戦われた。中国では台東港海戦と呼ぶ。海戦前の予想では領海軍の力は同等か、帝円、新円の巨大戦艦2隻を持つ清国の方が有利であると考えられていた。午後0時50分、清国12隻、日本12隻で海戦が始まる。戦闘が始まると北洋水師は横十陣を組み、全正面砲撃と艦首水雷発射を続けて近接し、喫水戦艦に装備されているラム衝突で沈めるという反戦時代以来の戦法を採用したのに対し、日本の連合艦隊は単従陣で高速移動しつつ、追撃砲撃戦で艦上などに打撃を与え、戦闘能力を奪うという新しい戦術を取った。欧米海軍の主流は前者であったが、日本海軍は新戦術をどこから学んだのか。それはジョン・イングルス英国海軍大佐を介してである。イングルスは海軍大臣直属の月給1063円という破格の条件で雇用され、1889年から1892年にかけて、計4期の海軍大学生、現役の将校中から選抜された提督参謀候補者に対し、蒸気船時代の艦隊戦術は信号も不要な前に慣れ主義を採用して高速の艦隊運動を展開するのが彼の教えだった。5時間後の午後5時45分に終わったとき、清国14艦4隻が砲撃で撃沈、1隻が戦場離脱の後各座破壊と、清国は軍艦12隻中5隻を失うという敗北となった。他に帝円、沈円、巡洋艦1隻も大破した。日本は2隻大破、機関松島、砲艦一隻、損壊一隻で撃沈された艦はなかった。大海海戦が終わった直後、山形は矢野へ代わりに当てて、平常陥落は実に意外の結果で、引き続き海戦対象はまたこれまた予想のほかと、率直に予想外の勝利だったと伝えている。主力を逃して失敗。大海海戦で、清国は巡洋艦5隻が沈められたが、まだ主力艦で装甲砲塔艦である、帝円、沈円をはじめ、巡洋艦、春円、雷円、平円、伊円などが残存しており、根拠地である旅順港か、伊海営を拠点に、再び、大海海上に現れる可能性があった。北洋水師も温存作戦を取り、伊海港から動かなくなる。当期の港湾対策封鎖は困難で、北洋水師の水雷艇などが、航海、航海、北海湾に出没し、輸送船を攻撃することは十分考えられ、陸軍に新たな作戦が強要されることになった。12月14日、大英本営は、両順攻略を終えた第2軍に、対岸の山東省、伊海営攻略を命じた。第2軍に内地に留保していた第2師団と第6師団の残部が加わり、
1895年2月2日、イカゲ要塞を占領したが、この戦闘で大治安潤、陸軍少将が戦死する。日清戦争で戦死した唯一の将官だった。北洋水師は12日ついに降伏し、壊滅した。渤海海戦のもう一つの意味。渤海海戦は、欧米諸国も注目していた。海戦に参加した両国海軍はの軍艦計24隻のうち 75% はヨーロッパからの購入艦だった。国産化率 25%、6隻では対等で、英仏、日本、タイ、英独、清国という組み合わせだった。日清両国ともに小型艦の増艦能力しかなかった。日清戦争直前に3000トン級の巡洋艦秋津島を横須賀造船所で建造。英国のアームストロング社の以下亜社の海外派遣代理人であったバルタサー・ミュンター元デンマーク海軍士官は両国の沿岸要塞に支持者の大砲を備え付けるなど死の商人の役割を果たしていた。ミュンターは渤海海戦を商人の目で冷徹に見定め、海戦結果の新聞を呼び漁り、亜社の大勝利だと確信した。仏人ベルタンが設計し、2隻もフランスで建造した三景艦はほとんど役に立たなかった。新国海軍の庭園、鎮園など5隻はドイツの シチュチンで建造され、大砲はクルップ社製だった。増艦でも速射砲でも亜社が完全に優位に立ったことを示す。またとない軍事大実験と人々の目に映った。日清戦後の1896年に日本が発注した軍艦製造は、戦後の国際関係を配慮して、独仏 A に1隻ずつ、米国は東西両海岸に1隻ずつとしたが、それら新規建造艦のすべてに亜社製の大砲が装備されることになり、予備砲弾の注文も含めて膨大な取引が成立する。1897年には総トン数4万トン以上と大砲装備すべての発注も亜社に行われた。渤海海戦以後、幕末とは比較にならぬ規模の欧米武器商人の一大見本市でもあり、武器マーケットとしてのアジアという欧米の旨みが以後100年以上も続いていく。後、終戦から戦後へ、下関講和条約へ。1894年9月の航海海戦と平城陥落で朝鮮半島を確保するという第一期作戦は終了した。第2軍による遼東半島攻略も10月24日に始まり、11月6日、錦州城を占領。第1軍は加茂緑江を渡過し、清国領内に侵入。10月26日、九連城を占領。第2軍は引き続き両陣要塞を攻略する作戦を進めた。第1軍は九連城から鳳凰城へ、さらに進出し、第2期作戦1、直轄平野での決戦を目指し、行動する計画だった。11月上旬には、米、英、ロが諸国に対し、協中朝廷の意思を伝えるなど介入を開始する。清国との決着を戦争目的に加えていた日本政府は、この段階での講和成立は無用と考えた。伊藤首相は12月4日、意見書、イカイエを突き、台湾を略すべき法略を大本営に提出した。このまま直令決戦に向け、清国領内に進出するのは得策ではない。清国政府の瓦解の可能性があり、そうなれば諸列強の戦争介入は強まり、日本は一点不利な立場に置かれるというものである。こうした見方は特別ではなく、民間でも議論されていた。例えば、東京経済雑誌論説は、北京城が陥落しても、新帝は降伏せず、退去して抗戦する場合を想定している。伊藤はただ左の一策があるのみという。第1軍と2軍の両軍は、一方はよく渤海を渡りて、イカイエを送るべきし、他の一方においては同時に台湾を略取すべしという2案である。特に台湾の略取は、ソ連テロンの求めるものであり、いやしくも台湾の譲与をもって和平条約の一要件となすにおいて、まず我において兵力をもってこれを占領したりの後に、後に改れば、彼をしてこれを割譲せしめるのを今晩なきをいかんせんとして、台湾占領作戦の成功が割譲の今晩であると言い切っている。台湾占領作戦は予定した第一軍が両岸平原での戦闘に苦戦し、いかへ攻略命令よりはるかに遅れる。3月23日、歩兵1個旅団を台湾島西方の澎湖諸島に上陸させ、台湾島攻略のための前進基地として確保させた。
すでに講和全権として李鴻章の任命が米国経由で日本に通知されていた。台湾条約を講和条件に切れるには、正式交渉開始までの占領が必要で、台湾島に属する澎湖諸島占領はその条件を満たすためだった。講和条約の調印、新国全権李鴻章、李慶峰、呉定邦が3月19日、加治門司に到着。翌日から対岸の下関審判楼で日本側全権伊藤博文、陸奥宗光と講和協議に入った。李鴻章がまず求めた休戦条約を当初認めなかった日本側も、李鴻章の狙撃事件で世界の同情が寄せられると妥協に踏み切らざるを得なくなり、30日休戦条約を成立させる。その後、諸列強の干渉と日本の軍事的圧力が強まる中で、清国総理衛門は日本側修正案を承諾した。条約は1、朝鮮の独立承認、2、両島半島、台湾の割譲、3、公平銀、2億テールの賠償金という過酷な内容だった。4月17日午前、講和条約が調印された。午後には李鴻章ら清国使節団は帰国していった。天皇の裁可を終えて、伊藤宮内内閣書記官長が全権大使として、大臣として清国の外国高等使、チーフに向かった。5月8日、予定通り批准書交換がなされ、講和条約発行となった。日清戦争とは何か。一体日清戦争とは何を指すのだろうか。実は参謀本部も大本営も、日清戦争を1895年4月の下関講和条約で終わったとは認識していなかった。同年11月18日に、籠山台湾総督が、全島全く平定に帰すと大本営に報告したのを受け、1894年7月25日から95年11月30日が戦争期間と決定された。本書は開始時点に朝鮮との7月23日戦争も含み入れ、抗議の日清戦争を1、7月23日の日朝戦争、2、協議の日清戦争、1894年7月25日から95年4月17日、3、台湾征服戦争、1895年5月10日から同年11月30日の3期間を合わせたものと考える。参謀総長や海軍司令部は戦死を交換する。当然次の戦争に勝つためである。参謀本部編、明治27、28年日清戦死は7月23日戦争を否定した。日朝両軍兵士の偶発的衝突から応急占領のやむなきになっている事件との文章が公式には流布する。7月23日戦争を政府は隠し、公式戦死の上では存在しないことになった。日本の新聞はリアルタイムでこの戦争を報じていたが、日清戦争が終わった時には新聞各紙も7月23日戦争のことを忘れていた。日清戦争とアジア。1884年からの征服戦争は、清の粘り勝ちであり、清の敗北ではなかった。その後日清戦争までの10年間アジアはほとんど平和であった。1850年前後、清が混乱していた状況を利用した列強の弾圧は一旦収まり、列強の新たな攻勢によるアジア分割という危機はまだ始まっていなかった。だが日清戦争は清の軍事力が弱体だと世界に暴露し、列強諸国に対抗する軍事力がアジアに存在しないことを伝えてしまった。以後、列強はアジアへの侵略を再始動する。植民地台湾を確保し、大日本帝国としてアジアに登場した日本も、連動して大国主義のアジア侵略を拡大していく。19世紀末以降のアジアの危機は日清戦争によって生み出されたのである。戦争と国民生活。戦争による公共化という言説が登場するのは日清戦争からである。新聞各紙は開戦当初にナショナリズムを煽り、戦争協力を求め、市場は警戒感から急速に冷え込んでいった。朝鮮事件の葛藤を小説以来は、金融界の不況をますます華々しく、新規事業はいずれも躊躇し折れる風情ありと、鉄道などの大型投資を必要とするものは、京鶴鉄道のように中止に追い込まれるものまで出てくる状況となった。日常品の買い控えまで起きたので、8月末の国民新聞社説、不景気とは何事ぞ、は、国民その平常を失うたるによると、不活発な経済状況に失勢を飛ばしている。国木田独歩置土産に登場する青年吉次は、軍府になり、あっちで病死した。口入れ業者の募集する軍府は、外地手当付き日当収入として期待した。外政した合計32万8千名が、自らの目で初めて外国を見、刺激を受けたので、彼らは、
義嗣少年の願いのように戦後凱旋して日本人社会に復帰しただけではなかった。朝鮮や台湾、新国に新たな実業関与の機会を発見し、再び海に渡っていた。1907年刊行の満州新史録前編という人名録にある245名の経歴を見ると、日清戦争の従軍軍人10名、通訳の従軍者10名、御用商人、司法、運送など8名であり、全体の 10% 強が除隊した後の実業世界へ参入する好機の場所として新国に渡ってきたことがわかる。貿易と産業の発展は人々の生活水準を上げていった。日清戦争から戦後にかけて、都市、仮想の収入は実質的に 10% 程度上昇し、主要食物も兵衛からや学校の残飯から米食に変化していった。ただし安価な外米で、南京米、ベトナムからの輸入米や開発が進んでからの台湾米しか購入できなかった。彼らの生活には植民地の経済構造が組み込まれていった。地租改正、松方デフレ、地主制の進展という三重苦から都市スラムへ許可、離村してきた人々は、日清戦後から日露戦後の十数年の変化により、生活を緩やかに上昇させていた。類まれな生活観察者、横山源之助は、1912年に日清戦役前後と今日とを比較せば、東京市の貧民状態は非常な変化を表していると記し、熟練労働者にまではならないが、工場に常雇いの人足として雇われる都市スラム住人が増え、貧害職業の移動、つまり低収入の獲得によりスラムからの脱出が進んでいると報告した。その始まりは日清戦争とそれを契機とする産業化の進展だった。戦争ジャーナリズム、日清戦争は国民の対外観を変える機会となった。1894年4月5日、時事新報社など東京の15新聞社を連名で、禁止追悼議金の応募を訴えた。民主政権の刺客に上海で暗殺された後、ソウルに変装されたキム・オッキュンの遺骸が教師となったさらし絵や、感情の状況などを一切に掲載して同情を訴えていたが、清国との戦争が近づき、朝鮮や清国と官官を交える段階になると、新聞の言説は二分していく。一つは朝鮮独立維持のための戦争という大義名分を展開するもの。国民新聞7月17日付社説は、もし朝鮮宮廷が遠征外の関係に労され、新進派が勢力を持てば、日本軍は朝鮮の独立を維持するため戦うべきだと説いている。もう一つは清国との開戦から歴史の早期となった。国民新聞は豊臣秀吉の朝鮮侵略戦争である、文禄平城の戦2回、倭寇を描いた海賊大将軍3回を掲載した後、29回にわたり、福地王地の品か門罪、義経ジンギスカンを連載する。源義経が衣川で伊川で死なずシベリアに渡り、ジンギスカンとして即位するという荒唐無稽な源義経イコールジンギスカン説の主張であった。明らかに新王朝の先鞭である現モンゴルの歴史を簒奪している。いきなり平和であった江戸時代の鎖国や長崎での日民日清関係貿易の歴史を呼び戻されない。現場の戦争報道の主役も新聞だった。各社は特派記者からの情報や従軍した兵士将校、兵士、軍夫からの故郷への手紙などを掲載して、戦場のありようを想像させ、家族や友人の無事を祈ることを求めた。戦争を視覚的に見せるのはまだ絵画が担っていた。東洋堂が1889年に創刊した風俗画報の役割は続いていた。1894年9月臨時増刊号として日清戦争図会第1編を発行し、従軍していない画家たち、名は長俊、遠藤光慶、石塚空斎、水、山本昌国らが20場面を描き出す。以後日清戦争図会は毎月1号、翌年5月までに第9編まで続き、久保田米泉や尾形月光なども動員して約120の場面が掲載された。それを見て日清交戦録や日清戦争実記など6種類の戦争報道の専門の雑誌が創刊されていった。荒畑寛は7歳の少年で戦争そのものに関する記憶は漠然としたものだったが、例の絵蔵紙で原田重吉氏の原文破りや安城都で戦死したラッパ卒 原上源次郎や牛僧の紫外線で左手に品人の捨て子を抱え右手に剣を振るう大寺少将の石柱奮戦の光景を想定したと回想している。東京は小川町の絵蔵紙や店頭に掲げられている売り物の日清戦争錦を見ている民衆は
おう、怖いこと。武法の国はあらほどひどいことするの。よう、お母様。や、利口証明、生意気な顔をして、嫌がらずを畜生などと、機嫌を吐きながら、戦争への思いを馳せていた。絵はまだ、報道性を持っていた時代である。東洋堂の風俗画法の特集版、図絵に掲載される絵がもてはやされるのは、ラッパ州戦士の図など、写真集にも取りようのない場面を、新聞報道から想像して書き、読者に伝えるところにあった。想像による戦士場面が読者の想像や期待通りの絵柄、構図となり、共感を巻き起こし、記憶の共有財産となっていく。国民形成への道のりであった。こうした戦争報道は効果を発揮していった。記者横山源之助は銭湯の脱衣場が社交クラブと化し、正確な新聞情報が、狂気なる彼らが宙に刻まれ、おり候には、聞く人喫強すべきほど彼らが、間に、戦争団の懸念捨てられつつあるを、いつも我らは驚愕、惨憺候なり、と報告している。第一軍記念碑、どのように戦ったのかは、戦後、建立する戦争記念碑や追悼碑に表現される。西洋の石像記念碑文化が知られていた日清戦後には、全国で戦争記念碑が続々と建てられた。最も大きく代表的な記念碑は第一軍の将校団が建設を呼びかけた第一軍戦死者記念碑であろう。募金予定額は3万で、戦利品の新国製兵器を渡獲して東京砲兵工廠で鋳造された。砲弾型の高さ 21.96 メートルの記念碑は、石像の八角形機台に乗り、機台の周囲は大小24門の青銅砲の砲身が玉垣として巡っている。砲身には大阪砲兵工廠明治16年、生徒ある。日清戦争を戦い抜いた日本の軍事技術の域を証言する場ともなっているわけである。二期末鋳造されたこの巨大な記念碑は、第一軍を編成した第三師団と第五師団により1903年建立された。名古屋市南部平町交差点と広島市西連平城大手町筋入り口であり、前者は官庁街の中心にあたる。熊本市でも第6師団の記念碑が設置され、人々がすでに日清戦争の勝利を意識する市内中心地が選ばれた。まさにこれらは戦争の勝利記念碑であり、西欧の凱旋門に相当する施設であった。その性格は第1軍戦死者記念碑に刻まれた名簿にも表れている。名古屋の記念碑には第3師団戦死者351名、広島でも戦死者372名の名が刻まれた。実はその他に前者には病死者1043名、変死者34名、後者にも病死者1612名、変死者66名と、戦死者の3倍、4.5 倍になる死者がいるが、すべて除外された。この記念碑が敵と戦い戦死または戦勝死した軍人を顕彰するものであっても、病という敵により倒された人々を追悼するものではなかった。靖国神社の合祀。靖国神社ではまず1895年12月17日に戦死者、戦勝死者を行使する臨時大祭が行われ、天皇が心配したが戦病死者は行使された。この時点では1878年6月27日、太政官への伺いによる合祀基準、つまり戦闘死者、戦勝死者、戦闘中の事故死者、捕虜となった死亡者は合祀されるが、戦病死者は合祀されないことになっていた。1898年9月30日に陸軍大臣、10月6日に海軍大臣が戦地での戦病死者も特使で合祀すると告示し、これにより同年11月5日、日清戦争戦病死者の合祀臨時大祭が執り行われることになった。陸軍大臣告示の翌日、10月1日は同設された第8師団から12師団までの編成が発令される日であり、新たな戦争死者を想像させる日露戦争への準備が人々の目にも明らかとなる時だった。日露戦争でも戦死者と病死者の2種類の死者として区別されて、合祀の臨時大祭が行われる。地域の戦争記念碑。愛知県の調査では、1895年から1923年までに、日清戦争記念碑が111基と建立されている。そのうち従軍11基、戦春8基、凱旋3基と、計22基、20% が生還した従軍者をもたたえようという内容を持っており、戦役軍人だけを祀っているわけではない。従軍したという国家との関係距離が重要で、その義務を果たした地域の代表という意義づけが認められる。
中根比、中中比、中根比、標中比、各12期、計24期が、州を含む異名を持つが、まだ 22% と少ない。日露戦後にこれらの比名群は増加する。国家との距離ではなく、天皇との距離を示す意志が強くなって表彰である。西系などで強調された構図は、武士イデオロギーに基づくものだった。軍艦の砲撃場面を描くとに、指揮官の将校が刀で砲撃を合図する西系。大砲の側で乗馬したまま、やはり刀で指揮をする将校を描く西系など、刀と馬がキーワードとなり、シンボルとなった。騎馬民族である女真族からなる新国軍を相手としているという画家たちの想像力が現れている。各地では日清戦争記念碑が建立されたとき、槍を継承したものが少なくとも4基ある。武士イデオロギーの鼓舞は次の戦争を呼び出す。